最近何か面白いことありましたか？最近ですか。そういえばこの間レパブリック広場の近くを歩いていたら、なんかものすごく大きなデモ行進に遭遇したんですね。でね、なんかみんな赤い旗振って、もう大勢でした。それね、パリコミューンの記念行事ですよ。パリコミューン？うん、今年はね、パリコミューン勃発から150年にあたるんですね。はあ、パリの長い歴史の中でも最も悲惨な事件ですよ、これ。あのね、パリコミューンというのは19世紀後半にパリにできた左翼自治政府なんですよ。あ、左翼自治政府、なんか面白そうな話じゃないですか。いや、面白い話ばかりじゃないんですよ。ああ、まあでもね、その痕跡たどってみましょうか。ぜひ。はいはい、はい、ここです。おお、おお、サクレクール神社じゃないですか。確かここは普仏戦争のね、犠牲者の鎮魂を目的に建てられたって聞いてますけど。そうですね。でもね、これが建てられたのは普仏戦争に続くパリコミューンの騒動が収まってからしばらく経ってからなんです。あ、そうなんですか。うん、でもね、ここに来たのはパリコミューンの発端になったある事件があったからなんですよ。その事件ってどんな事件だったんですか？あ、まあその前にね、パリコミューンに至る時代背景のお話をしましょう。はい。パリコミューンが起こった直接のきっかけは普仏戦争でのフランスの敗北です。お、普仏戦争とは1870年7月19日から1871年5月10日まで続いたフランス帝国とプロイセン王国、今のドイツですね、はい、この間で行われた戦争です。フランス軍劣勢の状況が続く中、1870年9月2日にフランス軍の大将たるナポレオン3世が最前線で捕虜になるという事態が起きて、フランスは負けてしまいます。そしてプロイセン軍が迫り来る情勢の中でパリ市民が立ち上がったんです。フランス国軍なんぞにパリ亡命を任せておけないということになったわけです。パリ市民のナショナリズムに火がついたってわけですね。ところがそれ面白くなかったのは大将ナポレオン3世を書いたフランス軍の上層部でした。彼らはプロイセンとそそくさと停戦してどさくさに紛れて総選挙をやってしまったんです。結果は保守派の大将、この選挙で左翼が勝利したのはパリだけでした。そんなめちゃくちゃな状況の中でプロイセンはすぐに戦争賠償金の支払いをフランス側に求めました。払わなければパリ包囲網は解かないって脅したんです。パリはね、この時すでに132日間にわたる兵糧攻めで疲弊してました。タカさん、このプロイセン側の脅しに対してフランス新政権は何をしたと思いますか？何したんですか？なんと疲弊したパリ市民から賠償金分のお金を絞り取ろうとしたんですよ。ひでえ話だな。この件は決定的でした。怒り心頭のパリ市民はパリコミューンという自治政府を作って独立宣言をし、最後までプロイセンに抗戦することを決めたんです。ご立派。そしてさらにパリ市民の感情を逆なでする事態が起きます。プロイセンに降伏した新政府がね、多額の賠償金を支払うことになったのは先ほどお話した通りなんですけど、それ以外にも領土割譲とプロイセン軍のシャンゼリゼ行進を認めちゃったんです。戦いを諦めてなかったパリ市民にとってね、プロイセン軍のシャンゼリゼ行進は屈辱的だったでしょうね。そうなんです。そこでパリ市民は武器を持っての実戦へと向かっていきました。これにはパリを防衛していた軍人たちも共感してコミューン側につく兵士が多く出ました。なるほどね。そしてパリ市民とともにパリ中に置かれていた大砲が集められて、モンマルトルの丘やベルビルの丘、ウズラが丘という庶民が多い地域に移動したんです。丘ですか。確かにパリにある丘はね、どこも貧困層の住む庶民的なとこですよね。うん、でもこの状況を何とかしないとプロイセンとの戦争が終わらないので、新政府軍は闇討ちで夜中に大砲を奪い返しに来たんですよ。ほう。それに気がついた大勢のパリ市民が新政府軍を包囲します。ほうほう。そして
政府軍のルコント将軍とトマ将軍を捕らえて処刑するという事件が起きてしまいました。やっちゃいましたね。はい、そのやっちゃった場所がこちらです。おお。こうなるともう双方後には引けませんよね。こうして72日間にわたるパリコミューンの戦いが始まったんです。この事件後、コミューン側はパリ中にバリケードを築きます。その数は900にも上ったとされていますから、大した数ですよね。狭いパリがバリケードだらけだ。またここで面白いのは、モンマルトルの新政府軍を包囲したパリ市民の多数が女性だったということです。へー、パリコミューンには女性がたくさん参加してたんですか。そうなんです。パリコミューンは女性が実践の最前線で活躍した歴史上初めての社会運動です。そしてその中心にいたのはルイズ・ミッシェルでした。ルイズ・ミッシェルと彼女の信奉者たちはコミューン政府において男女平等を制度的にも確立しようとして先駆的な集団だったんです。なるほどね。こちら向かって左でご覧ください。こちらがね、ディボリ通りです。はい。で、反対側、右手ですね、こちらがコンコルド広場なんですけど、はい、さらにその延長線上、その先には、シャンゼリゼ通りが走っております。はいはいはい。ここはですね、パリのど真ん中を東から西に貫く大動脈なんですよ。はいはい。でね、この通り沿いにはパリコミューンの際にね、破壊された建物が数多くありました。あ、なるほどね。タカさん、次の舞台はここ、バンドーム広場ですよ。うわぁ、高級宝飾店ばっかりじゃないですか。ラグジュエリーな場所ですよね。こんなところがパリコミューンの舞台だったんですか？クールベって画家をご存知です？クールベ、ああの世界の起源っていう名画を描いた画家ですよね。あ、それで覚えてるんですね。さすがはタカさん。褒めてんですか？実はクールベはパリコミューン側だったんです。ほう。そしてこの広場の真ん中に立っていたナポレオン一世を叩いた記念柱、これですね。はい。これをね、帝国的でよろしくないから壊しましょうって言ってパリコミューン政府に提案したんですよ。それでどうなったんですか？もちろん壊しましたよ。でもまだありますよ。これはね、パリコミューン集結後に再建されたものなんです。ああ、そうなんですね。でもこの話には続きがあって、パリコミューン収束後の裁判でね、クールベは損害賠償を求められたんです。それで彼は破産してしまい、スイスに亡命してしまいました。クールベの人生を狂わせたバンドーム広場事件ということだったんですね。そう、その後ね、二度と彼はフランスに戻らなかったそうですよ。なるほどね。Thank you.
い、パリコミューンの爪痕といえばね、ここにも一つ大きな爪痕があるんですよ、はいはい、それ見てみましょう、はい、ここにはねチュイリリー宮殿があったんですよ、はあ、それってルーブルの一部ですか。いや違うんです。違うんですか、うん、パリコミューンの最中に焼失してしまったんですけど、その後再建されることはありませんでした。あ、今もうないってことですね。かつてパリにあった幻の宮殿というわけです。幻の宮殿って完全に焼失しちゃったんですか。もう何も残ってないの。まあ残骸だけ残ってるんですけどね。見てみます。あ、ぜひ。ここですよ。おお、これがチュイリリー宮殿の残骸ですか。そうです。違った場所にもね、もう一つこの残骸が残ってるんですよ。そこも行きましょうか。はいはいはい。はい、こちらが破壊されたチュイリリー宮殿の破風の一部です、はあ、あの時計の文字盤のあたりが黒いでしょ。あれは火災の痕跡です。あ、そうですか。なんか生々しいですね。次はここ。あ、ここパリ市庁舎じゃないですか。その当時の絵も残ってますよ。あ、そうですか。あ、まあ派手によくもぶっ壊したもんですね、こんなに。この時の市庁舎の残骸は社員宮の前に残ってますよ。あ、へー。今まではね、パリコミューンを美化した話もしてきましたけど、パリコミューン側の鉱材の財という部分はね、戦況が列強に進む中で新政府軍に取られるならば燃やしてしまえとばかりにパリの重要な建物に火をつけまくって破壊したことなんですよ。いや、それにしても、まあ、見事に破壊しまくったもんですね。よくもまあ見事にこう再現できたと思って感心しますよ。というわけで今日はこのくらいにしておきましょう。次回はバスティーユ広場で集合してこの先を続けることにしましょう。